じゃこんにちは、さやたかさん。今日はパ・リーグの CS 進出をかけた2位、3位争い、これを、日本ハム、ロッテ、楽天の各チームのキーパーソン、それからウィークポイント、ストロングポイントを見ながら語っていただきたいと思うんですけれども、まず今日本ハム、ロッテ、そして楽天も A クラス入りのチャンスがあるということで、まずは日本ハムなんですけれども、日本ハムが CS、まあもちろん2位で行きたいというのはどこのチームもあると思うんですけれども、ここを死守するためのキーパーソン、ウィークストロング、それぞれのポイントどうなってきますかね。まず一人パーソンってあげるの難しいですね。まあ難しいけど、やっぱ清宮かなっていう思うな。清宮選手、まあレースでもいいんだけど、こうそうですね、まあ清宮が、まあ一つの形を掴んだっていう思うよね、だからそういう意味では打ってくれるだろうし、チャンスも作ってくれるだろうし、まあ、それをレースが生かしていくというね、まあそういう、こう構造が見えるような、そんな感じになってきてる、今ね。いやだから清宮次第かなっていう、清宮選手次第、パーソンとしては、清宮選手が本当に低くちょっとここから状態を落としてしまうと、いや苦しくなるな、苦しくなるっていうことなんです、いくらやっぱりその控えてる選手たちがいるとはいえっていうことなんですか。万波がもうちょっとな、去年みたいにホームラン打ってくれるといいけどなと思うけどね、まあペース的には一緒なのかもわかんないけども、やっぱ成長が止まってるような感じがするよね、万波の、いや今年なんかもっと行かなきゃいけなかったんだけども、なかなか行けずじまいにいるから、まあ、最後振り絞ってグッと来てほしいけどね、やっぱ彼がホームランを打ってくれる打ってくれないっていうのはすごく大きなことになるからね、日本ハムにとってはね。そうですよね、じゃあ投手陣というか豊さんはやっぱ野手陣の方にキーパーソンを置いてる感じですね。まあ先発はある程度揃ってるんだよね、でもピッチャーで言えばやっぱ中継ぎ抑えだよ。そこがちょっと今ウィークですか、それとも今ストロングですか。やっぱりね、8回に逆転される、9回に逆転される、まあ、そういう試合もあったし、だからまあそこら辺が少しぐらついてるところはあるしね。そうですね、まあ、田中正義が帰ってきたとはいえ、こっからだからやっぱこう苦しいところは、だからそこで本当に帰ってきてしっかり抑えてくれるのか、抑えてくれないのか、また柳川に戻すのか、だからここら辺の課題っていうのはもう見えてるんだよね。そうですよね、あの8月は本当救援陣良かったんですけど、まあ、9月始まったばっかりですけれども、9月は今 5.79 というふうにちょっと跳ね上がってしまってるので、ここをやっぱり数字を下げていけるかどうかっていうのはちょっと一つ左右しそうというか、まあそうだな、一つポイントだろうな。そうですよね、あとやっぱ先発陣も防御率を下げてるんですよね、この8月と9月が、そういったあたりもピッチャーの出来というか、そうだな、まあ、バーヘイゲンが割と良くなってきてるよ、で、まあ、伊藤大海がこれがやっぱこうタイトルに絡んでくるという、一つの自分で目標を見出してるよ、あとはやっぱこう幸也と加藤、この同じような似たタイプのピッチャー、この2人がやっぱりいかに頑張れるかな、これから、まあ、加藤は安定してるけど、まあ、幸也がどうかっていうね、ところもあるし、で加藤も自己最多タイに並んだ8勝、これを10勝という目標でいけるかどうか、まあここら辺もやっぱ目標があるからね、ある程度頑張れるかなっていうふうにピッチャーは思ってるんだよね、先発は9月乗り切っていけるというふうに、ただやっぱり心配なのは疲労が溜まってきてる中継ぎ陣だよな、河野とか、まあ、池田もそうだな、ちょっと疲れてるのかなっていうような気もするし、柳川投手なんですけど、結構、まあ、ずっとね、連投というか、多いですけれども、登板が、まあ、それは田中正義が帰ってきたし、まあ、杉浦っていうのも帰ってきてるから、だからまあそこら辺はその状態を見ながら使っていこうっていうことはできだすよね、これから、だからその間に復活してくれればいいけど、心配言えばきりないんだけど、心配なところはそこら辺だよ、中継ぎ陣の球ですよね。だから俺はある程度もうこのチームは打ってくれるっていうふうに思ってるから、だからまあそれを支えにね、マウンドに行くといいよ、そうすると2位でクライマックスシリーズもファーストステージホームでの金を得られるっていうところになってくるってことですよね。新庄監督もその清宮とレースを使うときは必ずひっつけて使ってるよ、そしたら逃げられないんだよね、
片っぽと避けるということができないというか、だから清宮に多く勝負も行くだろうし、まあ、そこで俺清宮が打ってくれるという、まあ、ちょっと信じてる。さあ続いてロッテですけれども、まあ、ロッテとしては今現在ですけれども 3.5 ゲーム差で日本ハムを追う状況で、もちろん2位になりたいというところなんですけど、もうね打つしかないんだよ。はい、で種市がやっぱりちょっと故障して、はい、ここら辺がこう戦列を離れるか、うん、ねってなるとやっぱ苦しいよねピッチャーは。そうですね。でその分打たなきゃいけない、うん、打つんだったら誰かというと、はい、荻野と角中のベテランコンビだな、うん、もうその2人なんですか。ここら辺のねしぶとさっていうのは、やっぱこう角中が打った時っていうのはやっぱホームに帰ってくる率って高いし、はい、まあ左ピッチャーの時、うん、まあ、角中が使えない、うん、そうなった時の荻野、はい、そういうこのベテラン2人が打線を引っ張ってくれると、うん、まあ強みに変わるなっていうふうには思ってるけどね。ここじゃあこの2人がキーパーソンとなりそうというか、この2人がその状態を落とすとかそういうことは考えにくい、いや考えなきゃいけないんだけどもまあただやっぱしぶとさがあるからこの2人には、はい、それとやっぱポランコ外とか、うん、外は8月あんまり良くなかったな、うん、まあだけど俺は9月に上げてくると思ってるから、はい、でポランコは状態良かった、うん、まあ外だからしつこくここら辺に回すには、うん、やっぱ角中荻野っていうのは俺はなんか必要な気がするな、うん、重要になってきそうですね。岡がいない分だけね。そうですよね、うん、やっぱいなくなってからがあの急激にね打撃っていう部分がちょっとな得点力が落ちたから。そうなんですよ。だからやっぱそれを補うにはこのベテラン2枚、はい、荻野と角中、うん、まあ、この2人がやっぱ打線にこう常時入ってるようだとやっぱり嫌だよですよね、うん、まあ、この月間打率も7月が2割7分5厘と良かったんですけど、8月が2割2分9厘ともう一気に下降してしまったので、やっぱり打撃っていう部分ですよねロッテは、うん、あとピッチャー陣、まあ、種市投手がっていうことも先ほど話されてましたけれども、はい、このピッチャー陣に関してはどうでしょう。ちょっと防御率は8月はまあまあなんとか頑張って、まあ、だからそうだな、佐々木朗希が、はい、まあ、どこまで投げてくれるかどうかね。まあ、4試合投げるとしたら4勝しないとか、はい、いやそのぐらいの勢いで、うん、やっぱもう負けないという勢いで、はい、で野手陣も援護点を与えるというね、うんうん、まあ、そういうことが大事になってくるかなと思うよね、うん、ロッテの場合は。そうですね、うん、ストロングポイント強みとしてはさっき話されていた打撃の部分のそこですよね。いやだから佐々木がストロングになってくれないと困るんだよ。なるほど。だからどんな状況でも佐々木は勝つという、うん、まあ、そういう風になってくれるとやっぱ頼もしい軸ができるよね。逆にウィークポイントこれやっちゃったらもう、いやだから佐々木朗希が負けるとこけるとひょっとしたら大きな連敗になる可能性もあるってなると、2位どころか3位も危なくなってくるっていう可能性はあるよね。どうですか。うーん、まあ、それは避けたいけどね、まあ、一番避けたいところですよね。なんとしてでも A クラス入りっていうところですもんね、はい、でそこを追うのが楽天。楽天は現在4位で3位のロッテを 2.5 ゲーム差で追っていると、はい、で2位の日本ハムに対しては 5.5 ゲーム差なんですけれども、まあ、まずは A クラス入りっていうところを考えると思うんですが、楽天に関してはまずどうですか。どっちからいきますか。ピッチャーからいきますか。ピッチャーか、うん、ピッチャーはそうですね、7月の防御率は 4.08、 8月が 3.64 で、9月また 4.00 とちょっと不安定ではありますね。どちらにしても8月防御率、救援陣は若干良くなったんですけれども、早川やるんだよ、うん、ほっといても、はい、あとはうちだな。先発でいいピッチングしててもパカーンとやられる時あるしな、はい、で最初から乱れる時もあるし、うん、だからそういう意味ではうちが6回最低でも投げてくれて、うん、勝ち星取るようなことになってくれると頼もしいけどな、うん、投手なかなかやっぱ難しいと思うわ。そうか、じゃあこれ今日本ハム、ロッテ、楽天でいうとピッチャー陣が一番苦しいのっていうのはどこ。楽天だろう。楽天なんですかね。特に先発ピッチャー、先発、そうか、先発苦しいとまず試合にならなくなってしまう、ね、まあそれはそういうことは、うん、中継ぎ後ろに関してはちょっと救援陣が9月まだ始まったばっかりなんですけど 7.71 と後ろ救援がなってしまったんですけれども、これ9月今月どうなるんですかね。
まあ、若干涼しくなるからね、環境的にはやりやすくなるかなと思うけども、それがイコール成績につながってくるかというとちょっと疑問ではある、ただやっぱり則本もモチベーション高いよね多分ね、はい、西武のタイトルかかってるし、だから則本は頑張る、まあ、鈴木空、疲れが来てんな、もうこうずっと良かったんだけどさ、一回失点してからちょっとピンチを作るケースが増えてきてるな、やっぱ疲れが出てきてるんですね。そうだな、だからなかなかやっぱこう難しいっちゃ難しいよ、厳しいですね、楽天はピッチャーで見ると、打つ方で見るともうここはね浅村一択だな、かかってるのは浅村が状態を落としてた時に、辰巳だとか大郷だとか、まあ、フランコも含めてか、まあ、そういった人間がこうカバーをねしてきてるけども、やっぱ浅村が打って、まあ、辰巳がいて大郷がいてフランコがいると、でも相当強力だと思うんだよね、浅村次第かなっていう感じがするけどな、浅村選手次第で。8月はちょっと打率を下げていて2割3分8厘平均得点も 3.38 と7月よりちょっと悪くなってしまってるんですね、まあ、ロッテがちょっと8月失速した分楽天とちょっと縮められたのかなっていうところがあると思うんですけど、打率もちょっと下がってしまったっていうのも少しだけですけどちょっと気になるところではあるんですよね。そうだな、だから、まあ、やっぱこうシーズンここまで戦ってきて順位表っていうのはそういう評価になってくるよね、さあここから上げるって大変な作業だと思うけども、まあ、チャンスはなくはないな、だからそのためにはやっぱみんなが頑張り通さないとさ、それはなかなかないよ。その打つ方で見ると楽天は日本ハム、ロッテ、楽天で見るとどうですか？ロッテよりは上かも。でも日本ハムよりかは下かな、下っていう感じなんですね。そうか、だからやっぱ楽天は2位っていうよりかはいかにして3位に入るかということに対象はなっていくんですかね。まあ、最終的な差を考えたときにまだ早いだろうけど、まだ上は目指してるだろうけども、まあだけど、ああこれはちょっとやっぱ無理だなって、でも確実にこの3位を抑えるんだったら下のチーム見とかないとねっていう。そうです、でもね下はあまり見るっていうかそういうのはあんまりないんだよね、やっぱ上を見てもう勝つしかないからさ、まあそこに集中はするけどな。これ今対象チームは日本ハム、ロッテ、楽天というふうにしてしまったんですけれども、これオリックス、楽天と3ゲーム差なんですけど、まあちょっとここは厳しいですか？ロッテとは 5.5 ゲーム差、 A クラス入りっていうのは、まあ、今年のやっぱ全体的なオリックスの状態見てるとちょっと厳しいような気がするな。5ゲームは厳しいですか？5ゲームは結構あるぞ。 A クラスはちょっと、じゃあ今年はちょっと厳しいよな、まあ、ロッテ、日本ハムを破っていかなきゃいけないわけだから、それはやっぱなかなか至難の業だと思うし、厳しいんじゃないかなっていうふうには思うけど、ずっと悪かった防御率、救援陣の防御率だったり先発陣の防御率、8月はすごい良くなってきたので、まあ、ピッチャーがやっぱ元戻ってきて抑えて勝つっていう風なので乗っていけるかなワンちゃんっていうのもまあまああるかもしれないんですけど、それでもいやなくはないよ、それはあるっちゃあるし、いやだけど、まあ、相当厳しいよね。そうですよね、だからマラソンランナーが自己タイムね、2時間半ぐらいしかなくて、それで2時間10分いけるかっていったら相当もう心臓破裂するかぐらい頑張らなきゃいけないでしょ。そうですね、まあ、そういう状況にはあることは確かで、オリックスは、じゃあ本当にちょっともう厳しいかな、まあ、厳しいけども、まあ、残り試合とかいろいろ考えると、まあ、3位までにっていうのがね、可能性はなくはない。いわゆる A クラスにっていうところですよね。そうそう、楽天、そしてロッテを破ってっていうことになるんですかね。そうだ、可能性はある。 あるか、そうか、まあ、このピッチャー陣の防御率が良くなったっていうのが9月も続いていって、それでなんかこう勝っていければ打率も上がってきてはいるので、オリックスは、まあ、今日山下俊平だから投げるけど、そうですね、まあ、この前勝ったけど完璧にね、だからまあ続けれると、宮城、山下俊平、まあ、こういうのがいるチームっていうのはやっぱこう
活気づくだろうな。ですよね。あとやっぱ優勝経験があるチームなので、何か最後9月に見せてくれる、そう見せてくれるんじゃないかっていうふうに思ってるファンも多いと思うので、ここら辺ね、やっぱりパ・リーグっていうとどうしてもソフトバンクが優勝っていうところで、あ抜けてしまったなっていうふうに言われてますけど、この2位3位入ってくる争い、いやこれは面白い、これはパ・リーグならではですよね。そうだな、うん、面白いね。ここら辺ももしかすると終盤最後の最後まで分からなくなるかもしれないので、こういったね選手のあのキーパーソン、ウィークポイント、ストロングポイントも見ながら楽しんでください。ちょっと追っかけてほしいな。そうですね、はい。